ひなチャンネル。今日は姫様拷問の時間です。11話反応会ね。毎週本当に面白くて大好きです。あんたはいきなり何に屈して白状してんの？すべてのロリキャラが可愛すぎて屈しまくりだったよ。あと1話で終わるなんて悲しすぎる。とっとと実況民の反応に行きなさいよ。あと1話あると前向きになって頑張りましょうかね。それではみんなの反応どうぞ。始まった拷問の時間です。あまりなんてなかった。開幕 OB 久々か。始まったオープニングからだ。屈しないったら屈しない番組が始まった。最終回は姫様バーかな。クロルちゃんかわよ。かわいい。ワンワンよ。ワンちゃんだ。犬作が。お、いけるか。ワンちゃんマジかわなんだから。わき賢い犬。さす犬。かわいい。くーん。姫様。う、ダメだダメだよ姫様。ワンちゃんかわいい。現実なのか。現実だよ。自発的な。う、負け格の流れ。どうするアイフル。定番の攻撃。どうするこのネタわからん人いるでしょ。あの CM でおなじみの BGM が脳内に流れた。う、これどうする。アイフルなのでは。なでなでしたい。我慢できてます。ハシビロコウ対戦。ハシビロコウ何に使ったの。戦場にハシビロコウ。泣いてる。泣くほど。う、ハシビロコウでどんな作戦を。本当はもっと遊びたかった。落ちたな。お腹なでなでなで。お腹なでなでわしゃわしゃ。姫様感落ちてますよ。魔王後ろでもふもふなでなでするために頑張っています。静電気起きそうだ。重要機密。いつもの新パターンだ。普通にがっつり書いてて草。今日は静かくんじゃね。ラララララ書いちゃったか。犬派なので分かりみが深い。非常に。またキャラが増えた。結構来た。あいえいえ忍者。忍者なんでこうやって現れるの。絵本作家になりたいから魔王軍をやめたい。まさかの胃がん退職。絵本作家になりたいっていい夢じゃない。火曜の闇忍者ってなんだよ。やめるのやめる。ほんと魔王様ホワイト上司。やだこの魔王様イケメン。魔王様みたいな上司欲しいよ。頑張れよ魔王様優しいよ。アイキャッチ。安心と信頼の姫様と魔王様。さすがです魔王様。まさかの転職そして激励。来たー。どうした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 。休日の悪者さんになってきた。バンダバンダ。休日の悪者さん。あ、夢だこれ。わかる、夢って気づくの。狂気の世界始まった。座標バグワロタ。バグみたいなトーチャー。ついに夢の中でも拷問かい。妙によくできたプリンが出てきた。屈し放題とは。テレ東の時間まで寝るな。寝言で秘密喋っちゃってますが。拷問なしに寝言で秘密をいくつもバラす姫様。燃えすぎます。エクスアームスマイル。エクスのそれ、手だったんだ。う、エクス可愛い声が出てる。夢でも拷問されてる。なんだこのバグった世界。寝言で喋ってる。姫様。インテリジェンスソードが照れとる。エクスくねくねで草。寝言やばいよ。エクスめっちゃ喜んでるじゃん。照れるエクスかわちい。過去一、秘密喋ったよな。燃えすぎます。だからなんだよこれ。何の歌だ。くせくせくせよ。がばった。ドカ食い気絶部。くせ強かいだな。魔王城でお休み。やったな姫様の勝利だな。姫様よられ。完全勝利かな。米印完全敗北です。自爆しまくってましたよ。姫様の夢クレイジーすぎる。これは確かに原作より狂気味が増してるわ。う、なんで。この二人について詳しくお願いします。ちょっと魔王。子供になった。う、出た子供かい。子供化した。アイキャッチ。魔王可愛すぎてちょっと胸痛いかも。マジでやるのか。ロリポーチャー可愛い。ロリポーチャさん。ダターマ可愛い。無理せず休んでいいよ。ちゃんとホワイト。初玉王様無理せず休みでいいよ可愛いよ。燃えすぎます。集中戦。おかしな決意になった。アイアンメイデンもピンク色だ。今日の拷問はこちら。アイアンメイデンまで可愛くなりやがって。コンペイトウ。今日の拷問はコンペイトウ。伊藤静香すげーな。可愛い。伊藤静香さん優位しや。ん、妖魔王軍可愛い。ロリに弱い。膝から崩れ落ちた。う、くした。トーチャーさんがマオマオちゃんになっとる。トウトすぎてしんどい。持っていかれるよ。ふっふっふ。ロリトーチャーさん。誰ですかこの天使。しっぽブンブン。う、やーん。伊藤静香さんのロリボイスなんて珍しい。ひもつき。おわ。言った。姫様が壊れた。姫様がバグった。う、燃え話まくる。ロボットの喋り方やめろ。う、ここ最近で一番重要な情報出たな。子供には興味津々な大ゼロ部隊。バンジャイ。ロリトーチャーの破壊力エグいな。子供によかったねって何度も言っちゃうよね。秘密部隊の情報とかめっちゃ重要な秘密話したな。子供トーチャーの立体化を希望します。荒川。やっほー。うおーおー、エクスアームスマイル。かわいい。ママがジャイアントじゃない。姫様口調がおかしいよ笑い。おいおい最高かよ。ギャルは髪染めてたのか。燃えすぎます。
かわいいね。私はバニラちゃんと遊びたい。遊ぶ。保育園かな？鬼ごっこ。脱出は無理だな。X は考えるのをやめた。これ、脱出余裕でできますよ姫様。でも何このかわいい世界。ええやん。わー、バニラアイスの面のかわいい。姫様の腕にしがみついてるロリバニラちゃん。無理すぎるるしぬ、かわいすぎる、やばい。かわいい。せっかくなの？う。肉じゃが、かわいくするわ。手作りか？なんか満足声が。オスオス。おいおい、ヒロインポジみたいじゃねえか。アフレコで聞いてて声優さんってすごいなって思った。イケメソムーブ、私も屈するはずさ。どの目線で言ってるんだ姫様を。エクスの冷静なツッコミう。肉じゃが監督がいそう。美味しそう。もう好きな人に食べてもらってるやつじゃん。屈するに値するとは。若くなって力が溢れた魔王様を。魔王様、青年期からゲントさんなのかう。若い頃ってそんな感じですよね。ダターマの成長段階見てると経歴がめっちゃ気になる。お前若い頃キャラかったのかう。カナッチが若い時ヒップホップ系だったのクソ笑う。アイキャッチ、伊藤静香さんは今でもヒロインやれると思ってたけど、やっぱり破壊力すごいな。ピザ。第二タグイー薬品。第二タグイー薬品。このツッコミを人生で初めて聞いた。弱気になるな X。風シロップは第二タグイー薬品チー、覚えた。これから注文するのう。まさかのデリバリー。今から注文。ドミノ缶。よ、夜中にピザ？デリバリーピザ選び放題。好きなピザを選び放題。こういうピザいいよね。耳の中にもチーズが。萌えやれてて嬉しすぎる1週間分の萌え成分。僕ら薄い生地のやつが好きです。何を安心しろと？ X のツッコミのよう戻ってきた感あって嬉しい。ハーフハーフ。なんという強欲。ピザあらかよう。民を4人選ぶならセーフ。今日の姫様いつも異常にやかましい褒めてます。ピザファミリー。四種ピザは家族。くした。ピザ食いたくなってきた。アスピザ食うわ。最近デリバリーピザ頼んでないな。ピザピザ4になりました。マジで？う。月光さん29歳。アルファポリスか？絵本作家の話続いてたう。魔王様理想の上司すぎる。いいこと言うな。魔王軍なんていい職場なんだ。3年後アニメ化待ってます。アニメになるまであと3年。2027年放送か。アニメ化の未来があるんかう。アニメ化まで決まってる未来を。僕の絵もアニメ化した受賞ページ。てか、今これが普通になってる日本が幸せだよね。ヨウトーチャーさんも伊藤静香さんなのすごかったな。元職場にきちんと挨拶に来る月光さん、どれだけいい人なんだ。結局子供魔王の金役は誰だろう山根さん。次回、最終回だしここまで来たら総力戦でなんとかなるやろ。絵本作家挑戦後押しした魔王様の株上がりまくるでしょ。アニメになってる。アニメ化してた。月光さんすごいぜ。タイトルロゴがドン。カラーリングが忍たま乱太郎で草。アニメになった。忍忍月光。もう3年経った。アニメ化までガチの才能。忍忍月光。なんだよこれ。別のアニメが始まった。忍忍月光。いろいろ混ざってない。こういう作品なんだ忍忍月光。忍忍月光始まった。みんなの反応はここまでです。次週最終回どのように終わらせるのか本当に楽しみだよ。姫様が逃げ出すんじゃないの？彼女はここに永住しそうだけどな。そんなわけで、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。